はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。今回も始まりました、リアル TV、司会の岡田です。よろしくお願いします。はい、先ほどです。よろしくお願いします。さあ、というわけでね、はい、3月8日なんですけれども、はい、先週ですね、はい、リワインドが7周年を、はい、迎えて、今8年目に、はい、7年、終わって、7年5日目。7年5日目くらい。そうですね、はい。はい。7年5日目のリワインドになりました。はい。はい。はい、というわけでね、先週からずっとキャンペーンもやってて。はい。はい。7年って長いね。長いっすね。だって小学校観察ですからね。そうやな。はい。おー。まあ、でも、もうそもそも、リワインドと同い年の人が、はい。もう小2になる。はい。そうですね。小2になる。で、ちょっと今日昼間に喋ってて、はい。2010ハイパーの時に、はい。ハイパーやってたってのって、やっぱ小学生だったり多いじゃないですか。その時小2とか小1って、はい、ハイパーの、その、ね、対象年齢ギリギリだからさ。まあ、もうすごい小さかった。その中でも、キッズスピナーの中でも、キッズスピナーみたいな方たちじゃないですか。はい、が、小学校卒業するわけですよ。はい、それもまあまあまあ衝撃じゃないですか。そうですね。まあ、中学生か、高校生か、大学生か、就職したのか。はいはい、でも、気づいたんですけど、はい、2010ハイパーヨーヨーの時生まれた子が、はい、今ヨーヨーやろうとする年なんですよね。そうなんですよ。はい、やばいよね。ど真ん中。はい、そう、まあ7歳とか8歳くらいってやっぱり結構こう、はい、まあまあ、もちろん子供のおもちゃっていう側面だけじゃないですけど、はい、世間のある程度イメージ的に7歳くらいの子だったらヨーヨーやるかなって気持ちになるから、はい、やっぱヨーパフォーマンスでもやってみないかって言われるのが、小学校くらいの子が多いんですよね、どうしても。そうですね。その中でもやっぱり小学校1年生、2年生の子いるんですけど、はい、この子たちは2010年ハイパーヨーヨー知らないのかと。そうですね。はい、っていうのに今日気づいて、はい、ちょっとショックを。まあそうですね。ヨーヨーやってたら全員通過したって勝手に思う。はい、で2010年ぐらいって、はいはい。97ハイパーはいないのはもう分かったと。はい、2004もまあまあできる許そうと、はい。2010もついに来たかと。そうですね。まあ、っていうことを言うてたらね、はい、またもう一回次のなんかブームが知れないですからね。そうですね。きっとみんなこういう研究していくんでしょうと。そうですね。はい、僕らが15、6とかね、はい、果たして手前ぐらいの頃に、ああ、そうか、君は僕が言われてた頃まだ生まれてなかったんだね、みたいな子がいたのに、そうなんです、ね。一周しちゃったって思って。そうですね。そうですね。完全にそうなってるんですよね。はい。はい。で、そう思うと逆にヨーヨーってだいぶ歴史長くなってきたな、はい。そうですね、はい。はい。だいぶ長くなってきた。まあもちろんね、4000年の歴史みたいなんで叶わないですけど。そうですか。叶わないですけど、だいぶもうこのなんかヨーヨー界隈じゃないですけど、はい、ヨーヨーのその世界みたいなのが長く続くのが当たり前になってきたなと、そうですね、いう感じになりましたね。はい、というような感じで、はい、はい、今日も頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それともう一つ、はい、ウエッツジャパンヨーコンテスト、お疲れ様でした、はい。ありがとうございます。はい、はい、なんとか今年も3位に、はい、なることができました。ありがとうございます。はい、5年連続3位。5年連続ちょっと重みがありますね。はい、ここまで来るとね、はい、2位ってすごい多分悔しいんですよ。はい。はい。まあ皆さん多分2位経験した方は悔しいと思うんですよね。はい、そうですね。はい。もうなんかあと一歩で1位だった。はい。はい。で、やっぱり4位って、はい。入賞できなかったっていう悔しさがあるんですよ。そうですね。はい。はい。そこに来るともう4回3位じゃないですか。はい。はい。2位とか4位なら3位がいいってやっぱ思うんですよ。1位じゃないなら次、なんかなんだろう。1位が一番嬉しい決まってるじゃないですか。それはそうですね。はい、1位が一番嬉しいです。はい。2番目に嬉しいのが3位みたいな。そうですね。はい。もうここまで来たらもう3位の方がいいな。はあ。まあ、ちょっとね、ミスがあったりとか、はい、絡まって、はい、絡まった結果、はい、こう、ほどけないかなって、一か八か。はい。一か八かほどけないかなってやったら、紐プチン切れるみたいな。ありましたね。はい。もう、無意味の切断。悲しいな。無意味な切断があったんで、はい。はい、まあ、ただね、結果、あれがなくっても、はい、切断じゃなくて、ただの交換だったとしても、はい、全然点数が届かないぐらい、やっぱり上位の2人は。はい。すごかったです。感染も非常に高かったですし、うん、すごかった。本当に、はい、おめでとう。はい。うん。そして、はい。まあ、特にだと僕はやっぱ個人的には 4A の。はい。はい。浜田選手。はい。すごかった。すごかったっすね。はい。はい。はい、もう、ウォーウォー言いながら見てて。ウォーウォー言いながら、ね、そうっすね、はい。あれはもう生で見てよかったなっていうフリーで、はい、本当にここ最近でトップクラスに入る。衝撃的なフリースタイルが。はい。ありましたね。でも、結果、その袴田くんに、僅差だったんですよ、はい、2年下僕も。そうっすね。4A でも。4A も 2A も2位ですごい悔しかったと思うんですけど、はい、ただ、2部門出て、あのフリースタイル両方できるのはすごいと思うんですよ、ね。そうっすね。はい。いや、本当にね、すごかった。はい、で、3位の大志くんも、なんかちょっとミスが、いつもミスんないんですよ、はい、イメージ、はい。で、やっぱ自分の世界観表現してるイメージあるんですけど、はい、はい。今回ちょっと、いつも、
あんまりないようなミスをしてしまってて、すごい本人悔しそうだったと思うんですけど、はい、それでも3位なんだと思うと、すごいなと、うん、そうですね。はい、やっぱ思いますね。はい。そして、5A 部門の森本くん、はい。はい。一人っていう逆のプレッシャーに、そうですね。はい、はい。逆のプレッシャーを抱えながら、はい、素晴らしい演技で、そうですね。はい、見事走り抜けました。はい。はい、まあ、予選も決勝もかなり仕上がりの、そうですね。はい、仕上げてきました。はい。はい。はい、やっぱ、まあ、一人だと、はい、まあ、あの、これ、その過去にね、一、はい、人だった選手からやっぱ聞くんですけど、はい、会場入った瞬間優勝おめでとうとか、はい、エントリーが発表された瞬間優勝おめでとうってみんなに言われると。はい、分かってると。分かってる。はい、そういうことじゃない。ライブラマイセルフだ。自分では言い聞かせつつも、はい、優勝だから何やってもいいんでしょってみんなすごい言ってくる。その変なプレッシャーがあると。なるほど、なるほど。ぐっちゃぐちゃになった時に一人でよかったねって言われるわけだから。そうですね。はい。なんかそういうんじゃない。なんか誰が来ても結果優勝だったねっていうふりをしなきゃっていう。はい。はい、真の意味でのライバルはマイセルフに、はい、なるほどね、はい、なるんだなっていうのがあったんで、その中、はい、きちんと仕上げてきた、はい、結果が出てた森本君はすごかったなと、そうですね、はい、しかも数少ないヨーヨーがぶっ飛ぶことで失格になりやすい部門ですね、はい、そう、はい、唯一に、はい、唯一は言わないですけどね、はい、横に投げる人がやめてーって思った今日やめよって今日それやらなかったら絶対勝てるからみたいな、ね、それ手にする瞬間終わりやだーって思って、はい、っていうのがあって、はい、ウエスジャパン非常にね面白かったです、はいはい、まあ、でもやっぱ結構ね会場の空気もあったかくて、そうですね、はい、非常になんか盛り上がりも良かったです、なんかすごい、はい、一体感がある会場ですね、やっぱりそうですね、ジャパンって、はい、はい、結構今後その B 部門とかでもね、そうですね、はい、はい、結構どの会場でも B 部門として頑張れみたいな、あ、そうですね、はい、初心者の人たちをあったかく迎える空気があるんですけど、今回その中でもこのこれまでの地区大会の中でも結構トップクラスであったかいというか、あ、そうですね、はい、すべてのフリースタイルを通してすごい拍手があり歓声があり、ね、はい、はい、っていうところで、まあ、あと、あ、初心者の部門ですけど、いや言うてあなたすげえ上手いですよみたいな人もいたり、なんかそろそろ B 部門って、はい、まあ、逆にちょうどいいのかもね、はいはい、いやもう A 部門でいいですよっていう、はい、あの、B 部門ですごい、なんかこう自分の中で、みんなからすごい良かった良かったとか、はい、いや、お前 B 部門じゃないだろって言われるような演技ができたら、A 部門に出ていいんだっていう自分の自信が、そうですね。ああ、やっぱ自分の中で出ていいのかなって、やっぱ悩むぐらいだったら B に攻めて出てみたいなところはあると思うんで、そうです。それで心置きなく次から A 部門に出場することができるのかな、そうですね。思いますね。はい。背中を押すっていうところが、もう初心者層から中級者層のところ、両方押してくれてる、すごいいい時間だなって思いましたね。はい。はい、というわけで、はい、あの、次がですね、3月20日、はい、月曜に、はい、あの九州沖縄地区大会初の沖縄、そうです、はいはい、初の沖縄です、しかも3連休の最終日、はい、はい、そうですね、ということでこの九州沖縄大会があります、はい、そしてその週、はい、翌週じゃないです、その週、はい、その週その週に、はい、北海道地区大会 NJ、はい、800キロぐらいかな、そうです、星から橋これラスツーですからね、はい、地区大会、はい、もうラスツーです、今後の、ここでジャパンヨーヨーリーグの、うん、あのシード選手が全部決まるという形ですね、うん、ちなみに僕両方行くんですよ、すごい両方ジャッジで行くんですよ、なるほど、はい、橋から橋に、はいはい、移動するっていうね、そうですね、はい、ことが起こるので、はいはい、ぜひ皆さんよろしくお願いします、お願いします、こちらの沖縄の方もね、はい、その連休の合間にやるということ、はい、あと NG はねいつも生ラムジンギスカンってアフターパーティーあるということで、受験生の皆さんお待たせしました、バカンスだと、そうですね、はい、受験生の皆さんが行くとしたらっていう、すごいよね、受験が終わってじゃあ、はい、行こう、大会出ようかなと思ったら、はい、橋と橋しかない。そうですね。はい、あ、まあまあまあね、はい、ウエストジャパンも早いというか、まあ普通、なんか早いところはもう終わってるとか、まあまあ、あると思うんですけど、はい、橋と橋だから、はい、本当に出るんなら一緒に遊ぼうみたいな空気がすごい。うそうですね。はい。まあ、あったかいところに行くのか、雪で楽しむのかみたいな。まあそうですね。ところもありますね。で、はい、はい、ぜひね、大会ももちろんそうですけど、楽しんでいただければなと思います。はい。はい。よろしくお願いします。はい。さあ、それではですね、はい、続いて、まあ、告知の続きなんですけど、キャンペーンの、はい、紹介したいと思います。はい。はい。まあ、3月8日でね、はい、ちょっと大きなキャンペーンがいくつか終わっちゃいましたんですけど、はい。まあ、まだまだね、続いてるキャンペーン、7周年キャンペーン、はい、続いてるキャンペーンありますのでね、ぜひ、こちらの方を見ていってほしいなと思います。はい、どうも、はい、こちら。はい、はい、これですね。はい。はい、7周年キャンペーン残ってるのが、7000円ごとにプレゼントの全7色オリジナル缶バッジですね。はい。ね、はい、はい、このバッジがね、7色。もうね、結構揃えてる方多くってですね。はい、あと、やっぱり、はい、皆さん結構チタンだったりとか、コアクの上気になってる方多いみたいで、うん、この機会にっていう感じで、
高額の家を買われる方もやっぱいます、ね。なるほど、ね。なので、はい、割と一撃必殺が多いんですよね。確かに。はい。うん、一撃必殺の方が多いですね。はい。なんか、二つか三つくらいまでか、7個みたいなね。そうですね。多くても3つぐらいの方はやっぱ多いです。はい、まあ、価格帯がね、3つだと2万1000円なんで、はい、ちょっと欲しいなと思ってたものとか、ちょっと高いもの買ったら大体そのぐらいですよね。はい、そうですね。か、もう端まで行くかみたいな。そう。はい、ところがあります、ね。はい。はい。まあ、まだ期間は、言うても22日までなんだって2週間あるのかな。そうですね。2週間です。はい。2週間はあるので、まあ、ゆっくりでもぜひね、集めていったら気づいたら、全7色取れてるかもしれないんで、そうですね。ぜひよろしくお願いします。はい。ここから、ね、また、あれか、クーポンもあるのか。あ、そうですね。アフタークーポンが使えるのが、はい、明日から。はい。はい、アフタークーポンが使用可能ですので、はい、まあ、それも合わせて利用していただければなと思います。はい。はい、よろしくお願いします。ちなみに、クーポン使って引いた後の金額で、バッジの数が決まるので、はい、例えば2万1000円ジャストで、はい、クーポン使って 10% オフにしちゃうと、はい、バッジ2個になっちゃうので、これ気をつけてください。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、こちらのバッジ全部揃えたら、はい、いただけるのは、そのプレゼントさせてもらうのは、こちら。はい。7周年ヨーヨー。はい。こちらですね。実は実物が届きましたので。はい、届きました。じゃあ、はい、こちら。はい。はい。やっぱりこのデザイン、木製映えますね。木製のためのデザイン感ある。そうですね。はい。彫った甲斐がある。そうですね。そして、こっちがね、セブンスアニバーサリーの。はい。はい、やつになってます。これ商品ページも作ってるのでね。はい。ぜひですね、キャンペーンのページの画像からリンクで商品ページ作ってますので、この柄もぜひ綺麗な写真で見てください。はい。はい。本当なんかすごい、この細かいのが出るんだもんね。そうですね。はい。そして渋谷の文字もね、今年から入って、ね。今年は、はい。渋谷の文字も。渋谷も余裕性も入って。はい。渋谷も余裕性も入ってましたね。はい。増えましたね。はい。まあでも逆にここからね、まだまだ盛り上げて。そうですね。いきたいなと思ってはいるので、はい。ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあこれをねバチを7つ揃えると、はい、これがこう出てくるので、そうですね、はい、まあ、願いを叶えるのは結局自分なんでね、そうですね、はい、願いを叶えるぞという気持ちを、はい、気持ちを持って、はい、よろしくお願いします。お願いします。バッジにね星を入れるのはね控えたんですよ。そうですね。はい、はい、さあそしてですね続いてが、はい、ついに届きました。はい、はい、ヨーバトファクトリーさんからですね、はい、まあ何周年なんだって話をしてて。はい。ま、何かできないかなって話をしてたら、あ、じゃあ、景品出してくるよみたいな。おって。うん。マジか、ありがとうって。はい、まあ、多分これ出せると思うからって言ってて、はい、出してもらいました。はい。はい。それでは1個ずつ紹介していきたいと思います。はい。まず1個目が、この、ベースキャンプのパッチと、こちら。はい。はい、アドベンチャー、YYF アドベンチャーっていうね、はい、ヨーヨーファクトリーのメンバーが、いろんな国に行って、はい、パフォーマンスしたりとか、はい、イベントをするっていうような企画の限定のシャッターです。はい。はい、限定シャッター。これだから、日本では絶対手に入らないんです。そうですね。はい、ペルーだったっけ、今年。ペルーとか、あと今フランス行ってますよね、確か。あ、で、はい、そのまま祝い返しかな。そうですね。はい、とかなんで、日本に住んでたら基本手に入らないものですね。はい。はい、そもそももう多分、配ってんのかな、そこでも。そうです。ちょっと今、どういう状況かも分かっていない。はい、もう多分、普通の正攻法で入手する手段はないはずぐらいの。そうですね。むしろ日本人これ知らないんじゃないかな。はい、そうです。日本の方って逆に知らないかもしれないですね、全く。そうです。はい。これが3等です。はい。3等です。3等ですよ。3等でこれです。はい。やばい。はい。はい。じゃあ、そして2等。2等。はい。こちら。2等がこちら。はい。エクスマキナ。エクスマキナ。はい。こちらはもちろん、ワイワイフアドベンチャーのロゴが入っています。はい。エクスマキナ。まあターニングポイントさんとのコラボモデルのものなんですけど、はいはい、X マキナは 1A でも非常に使いやすい。そうですね。はい。なんか普通に、もちろんバイメタルなんで回転力もありますし、はい、結構操作性も高いですし、結構カットの、はい、シェイプのカットの感じが、はい、リジェクションだったりとか、はい、ボディに紐当てて、そこからなんかトリックするようなのとかにも対応しやすかったり。そうですね。はい。結構スムーズに、あ、ここに紐が入ったらスムーズにヨーヨーに入っていったりとか、はい、計算されてるシェイプをしてますんで、はい。はい、まあ、まだ割と隠れた名機なのかなと思いますね。はい、そうですね。はい。最近ちょっと気持ち幅広めのやつが多いんですけど、はい、これはバイメタルでほんのちょっとだけ縦長系の、あ、そうですね、はい、フォルムなので、そういったところのパワーもやっぱ実感してほしいです。そうですね。はい。これ動かしやすくて結構好きなんですよね。そうですね。はい、私も好きです。こちら。そして、なんと1位が、このヨーヨー。本当にいいのっていう。マジで出してくるとは思わなかった。こちら。はい、ドン。シャッター TI。出たー。いやー。一番最初に、本当は、じゃあ、シャッター TI のアドベンチャー出してあげるよって言われて。へって。マジでありがとうって言ってたんですよね。はい。したら、逆に、僕たちからしたら逆に、
あと2個来たのが驚きみたいな。これだけだと思ってたんですよね。はい、おい、そしたら他にも2個来て、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ何はともあれ、この1位は、このシャッター TI が、はい、はい、アドベンチャーのものになるんですけど、はい、はい、まあまあ、基本的には記念品っていう形に。はい、なるので、はい、ちょっと A グレードっていうぐらいらしいんですよね。なるほど。あの性能的なプレとかかなとは思うんですけれども、はい、ただまあもちろん言うてもチタンですから、はい、フルチタンモデルなんで、ぜひこちらもゲットしてください。はい、でこちらの方はですね、7周年記念用用に応募してくれた方の中から抽選で、はい、はい、なります。なので、はい、応募者全員にこちらの7個集めて応募してくれた方全員にこの用用はプレゼントさせていただきます。はい、そして抽選で、3名の方に1個ずつこちら。はい、まあ、1個ずつっていうのはその1名にこちら、1名にこちら、そして1名にこちらという形になっております。はい。はい、ですのでね、この豪華なヨーヨーが当たるチャンス。はい、まあ、そもそも、まあもちろん結構もうすでに応募が来てるとは言ったものの、はい、まあ、7個集めるのって、今までのうちのキャンペーンの中ではハードル高い。そうですね。はい。やっぱりハードル高いんで、ということはまあ、当選率は高い方。はい。当たる可能性は高いので十分あるので、ぜひ皆さん、どしどしご応募ください。まだ期間はあります。はい、お願いします。はい、まあ、友達との合算でね。そうですね。最後、まあ最後の1個をどうやって分けるのかなんですけど。まあそうですね。はい。じゃあ俺シャッター TI だったからシャッター TI だからこの木星ヨーヨーあげるよとか言わないでください。木星ヨーヨーが欲しいなってせめて言ってください。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。さあという感じで7周年キャンペーンまだまだまだありますね。はい、あと1万円以上のご注文でのオリジナルポーチ。はい。こちらのポーチなんですけどもなくなり次第終了なんですけど、はい、まあ、もうちょっと数があります。はい、だからこれ今回注意なんですけど、はい、1万円以上注文していただいた後、はい、カートに入れていただかないとプレゼントできないんですよね。そうですね。はい。はい、ですので、必ずカートに入れてください。はい、ケースバイケースで気づいた時には入れてたりとか、はい、まあ、そのタイミングだったりとかはあるんですけれども、はい、基本的にはちょっとつかないとか、後で、あ、この方ついてなかったんだなっていうこともやっぱりあったりしますので、はい。はい、ぜひですね、こちらお忘れなきをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあ、というわけで、新商品紹介の方です。はい、そうですね。新商品紹介いきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは本日はですね、結構定番商品の、やたらとかっこいい新色とか、はい、再入荷もありますので、そちらの方を中心に紹介させていただきます。そうですね。はい。これはダメです。あ、はい。はい。はい。それではこちらまず行きましょう。再入荷、そして、こちら新色ですね。ヨイファクトリーから。はい。はい。こちらはですね、まず、ギャラクシーマーブルのこちらフライト。はい、ギャラクシーマーブル。はい、ホライゾン。ホライゾン。そして、ナイトメア。ナイトメア。そして、シャッター、ライトブルー。シャッター。定番ですね。ライトブルー。はい。今回のライトブルーは、マットライトブルーじゃなくって、はい、普通のブラストのライトブルーです。そうですね。はい、写真も撮り直してますので、はい、ぜひこちらの写真見てもらったら、やっぱりマットに慣れてると、はい、テカってるように見えるんですけれども、はい、ブラストのライトブルーです。そうですね、十分滑ります。はい、そうですね。はい。はい、ですので、よろしくお願いします。で、こちら、ホライゾンも定番のブルーが、はい、入荷してます。全体的に多いんですけど、そう、本当だ。なんかね、最近ファクトリーさん結構人気カラーを復刻するのにハマってるっぽくって。はい。はい。したら、やっぱ青系が人気なんだなと。はい。はい。このナイトメアも、このデスカラー、一番最初のギャラクシーカラーと合わせて、はい、このカラーだけ、はい、やたらと人気なんですよ、やっぱり。なるほど。はい。このカラーが売り切れたら、みんなちょっとなかなか買わないみたいな。はい。なんか逆にこれ、全然ナイトメア売れないなと思ったら、これだけが。入れたら売れていくっていう、はい、分かりやすいなってイメージにも合ってますしね。はい、ナイトメアからのね。そう、はい、はい、というわけでこちら、はい、まずでもう一つですね、こちら、はい、エッジ、はい、ブラックのゴールド、あと、はい、シルバーのゴールドですね、はい、そちらがあります、はい、これはね、写真を出してすごい反響が高かったようなの一つでして、はい、はい、まあ、確かにこれはかっこいい、ウルトラかっこいい、はい、欲しい、そうですね、うん。もう、ドシンプルなんですよね。はい、このロゴがリムにあるから、それがまたこうね、コントラストが強調されてていいんじゃないかなと思いますね。はい。あと、エッジってやっぱちょっとこう幅が広いので、リムの。はい。はい。それもまた、このゴールドがね、映える。確かに。はい。すごいね、エッジに合った配色というか、そうですね、はい、このために生まれたカラー感がありますね。シルバーゴールドも、はい、ブラックゴールドも、はい、なんか、反対の方向ですごい高級感があるんですよね。あ、そうですね。で、やっぱりこのボディ面積が広いからね。はい。それだけ色の対比もやっぱ出やすいのはそうですし。そうですね。はい。まあ、あとね、単純にやっぱね、使いやすいんですよね。そうですね。はい。はい、僕、ウエストで使ってたんですけど、はい、エッジを。はい。エッジにピクセルベアリング入れて。はい。で、ケースの 2XL だったんですけど、はい。幅は広いんですけど、直径は比較的小さいんですよね。はい。はい。で、まあ、回転力は、
十分あるんですけど、はい、なんていうんですかね、その投げた時に引っ張られるような、はい、あんまり引っ張られたりとかっていう感じはないです。しっかり回ってるっていう手応えはあるんですけれども、はい、流されるような、はい、引っ張り感はなくって、はい、動かしやすいですし、フィーリングも軽いですし、程よい、なんていうんですかね、存在感はあるしっていうので、はい、結構バランスの取れた、はい、この、なんかパッと見、端っこ行ってるように見えるけど、結果、バランスすごい取れてるヨーヨーなのかな。そうですね。はい。はい。やっぱ着地が柔らかい感触っていうのが、そうやっぱ特徴ですよね。ヨーロッパでもすごい流行ってるらしくって、はい、今結構、徐々にヨーヨーファクトリーのヨーヨーを使う、この競技層の選手が使うヨーヨーとして、はい、今もう徐々にやっぱりエッジが流行ってきてますね。はい。はい。はい、というわけで、こちら、エッジ、新色が出ましたので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、おじ、一押しですね。一押し。最近の中で。はい、最近の中でぶっ飛んで使いやすい。はい。さあ、そして、じゃんじゃん行きましょう。続いてこちらですね。CLW のデューンが再入荷しております。デューン、はい、15分ぐらいで売り切れた。はい、そうです、ね。デューン。はい。でも、少量なんですけどね。はい。本当に少量なんですけども、3色入荷したのかな。そうですね。はい。でも、もう1色なくなりました。あ、おしまいです。はい。あと2色です。あと2色です。はい。はい、というわけで、こちら、デューンがね、まだ辛うじて残ってます。そうですね。はい。アーセン・ロハン選手のシグネチャーモデルですね。はい。はい、これね、結構、まあ、リムのこの丸みとも、この、見えるかな、ちょっとこの、はい、カーブを描いた感じのこの周り感触、はい、結構その、ね、前回も紹介しましたけど、はい、あのプールパーティーのバナナハンモックヨーヨーの感触ではあるんですが、はいですねはいはい、あっちはどう柔らかい感触です。こっちは結構ずっしり系な、そうですね、詰まってる感ありますね、はいはいはい、っていう感じなので、結構モノメタルでも対極の位置にあるヨーヨーですんで、はいはい、これはぜひ使ってお試しいただきたいモデルですね。そうですね、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、そして続いてこちら行きましょう、はい、クラーケン、こちらまでで新色が2色入って、合計今3色かな、そうですね、在庫がある形になっています。はい。はい。こちらがですね、アイオブ、クトゥルフ、はい。アイオブクトゥルフと、はい。これがもともとあった色ですね。で、こっちが新色です。はい。はい、こっちがキングスライム。はい。マジか。キングスライムってなるよね。出たーって、はい、なるんですけど。で、こっちが、いね、こいつ。はい。こっちがマーシャン。マーシャン。マーティアンかマーシャン。うん。はい。はい。まあ、定かではないですが。はい。はい。まだやっぱりね、なんか、モンスター系なというか。そうですね。はい。そういう系のモチーフの名前ですね。はい、結構オーバーサイズのね。はい。はい、ヨーヨーで。はい、そうですね。結構、ワンドロップの中では、まあ、珍しい設計ですよね。結構、サイドエフェクトもないし、はい、なんか、グルーブとかもないし、はい、なんか、シンプルなラウンドとかでもないんですよ。はい。はい。なんか、サイドフェイスすごいシンプルで、形状は凝ってるっていう、ああ、そうなんですね。はい。はい。で、サイズ感もね、なんか、カスケードとかみたいな、直径小さい幅広いの真逆を言ってるっていう。そうですね。縦長ですね、はい、ファンド。はい。幅狭くて直径大きくしてるっていうものでして、はい、結構、ワンドロップの中でも、なんか、唯一無二感があるというか。異色な感じですね。はい、そうですね。はい、結構他のどれにも似ない感じの、うん、はい、フィーリングになっていますので、はいはい、こちらも試していただきたいモデルです。はい、よろしくお願いします。はい、そしてプレスクリプションですね、はい、ちょっと実物を持ってくるの忘れちゃったんですけど、はいはい、プレスクリプションのヘモグロビンと、あともう一つが、はい、フロッグインダブレンダーですね。あ、フロッグインダブレンダー。はい、はい、そちらの名前やばいですね。はい、フロッグインダブレンダー、マジか。言われたらそういう色やけど、みたいな。はい、そうですね、はい。こちらの2色がまだ在庫あります。はい。はい、残念ながら、アヤメとブラックベルベットはね、はい、瞬殺してしまいました。はい。はい。効果のびっくりなぐらいだったんですよ。はい。もうびっくりでしたね。はい。はい。という形になってますので。はい。はい、まあでもやっぱり、いいヨーヨーはいいヨーヨーです、ね。はい。はい。まあ、ヘモグロビンだってブラックフロックインダブレンダーでも、はい、まあ、ぜひ試していただきたいなと思います。はい、そうですね、はい。やっぱ代表機種のカスケードの、まあ、結構その、ね、はい、近い形状で、で、しかもお手頃な価格っていう。そうですね、はい。はい。で、サイドエフェクトもついてるということで、そうですね、なんか結構ワンドロップのベースを知ることができる、すごく、最初に触ってもらうのにおすすめです。そうですね。ワンドロップっていう感じの。雑だけどそう。ザ・ワンドロップって言われたらそうかもしれん。はい。はい。まあでもそういう感じのね。そうですね。まあ、ワンドロップの中ではね、いろいろなね、そのワンドロップらしさみたいなのも、こういろんなポイントがあるんですけど、はい、その中でも、割と、なんていうんですかね、はい、入りやすい。はい。入りやすいかつワンドロップ、ね。はい。そうですね。感じですね。うん、はい、はい。という感じで、はい、そんなね、まあ、結構ワンドロップを代表する、これから代表していくのかなっていう、そうですね、はい、魅力あるモデルなので、はい、ぜひ触ってみてください、ね。よろしくお願いします。で、ヨーヨーの紹介以上なんですけども、こちらを見ていただきたいですね。はい。じゃんと。
こちらですね、何か分かりますか皆さん、これパッと見たら絶対に分からないと思いますけど、はい、はい、羊羹ではないです。はい、面白い超面白い今、ね、冷たいはい、こちらですね、スポンジなんですよ。はい、はい、ヨーヨーバッグのスポンジですね。はい、当店まあユアインドヨーヨーバッグっつって、ね、はい、セットとか、ね、まあ、はい、時々売ってたりもしてますし、単品でもね、はい、もちろん大好評で販売してるんですが、はい、そちらのですね、スポンジちょっとですね、ストックしてたものをね、在庫に入れました。はい。はい、それがですね、まあ、B 品、いわゆるちょっとアドレット品みたいなものをね、そうですね。はい。はい、入れまして、こちらですね、ちょっと、気泡とかの跡が、チラチラと目立つものがありまして、ね、はい、通常ラインでは販売はできないんですけども、結構ヨーヨーバッグとか、はい、こういうスポンジとか、例えば引き出しでヨーヨー収納したりとか、自分でバッグ作ったりとかされる方結構いらっしゃるんですね。そうですね。はい。はい、ですんで、そういった方に使っていただいたり、あとはまあ、もちろん手持ちのバッグのね、スポンジが何か損傷しちゃったり、汚れたりとかした時にこういったものに変えていただくことができますよっていう、はいはい、スポンジ単体での販売を行っておりますので、はいはい、もちろん A 品もあります。通常のラインナップも通常のねこちらクオリティのものもありますんで、はいはい、よろしければこちらご検討のほどお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで本日の新商品紹介以上です。以上ですね。はい、これはいいんだ。あ、はい、それでですね、はい、まだ到着してない商品なんですが、はい、はい、こちらの写真をご覧いただきましょう。はい、まずこちら、さっきもちらっと出ましたよね、ベースキャンプのパッチがありましたけど、はい、はい、こちらベースキャンプのレジェンドウィング、はい、ベースキャンプレジェンドですね。はい、はい、こちらですね、まあロゴがもうそのままですよね。ザ・ベースキャンプだね。まあね、やっぱ一個こういうなんかロゴのねものをシンプルに持っておきたいみたいな、うん、コレクターの方とか特に受けがいいんじゃないかなと思いますけども、ね、はい、性能自体はレジェンドウィングなので、はい、はい、揃える楽しみもあるじゃないかなと。レジェンドウィングを集める人にも、はいはい、木製用を集める人にもですね、木製用用ってね結構集めてる方多いです。そうですね、はい、特にこのレジェンドシリーズ、はい、結構いろんなパターンがあるんで、はいはい、集めてる人多いんじゃないかな。そうですね、はい、そしてもう一つこちらが新機種になりますね。はい、はい、こちらナビゲーター。ナビゲーター、はい、はい、こちらですね、まあバイメタルなんですよ、見ての通り。はい、はい、でスペックを見ていくと結構コディアックに近いんですね。おお、はい、なるほど。コディアックの直径と、はい、で幅がですね1ミリだけナビゲーターの広くて44ミリなんですね。はい、なんでサイズ感をシャッターに寄せたコディアックみたいな、はい、感じですね。結構形状はマナティっぽい。そうですね、形状はサイドフェースがマナティっぽくて、はい、うん、であとリムのついてる部分とか見ると結構エッジに近いような。そうですね、エッジかけるマナティっぽいなっていう話はやっぱり出たりしたんで、はい、そうですね、はい、やっぱりここでも両機種の今、はい、波に乗ってるヨーヨーがいい感じでブレンドされたホイールになってますね。はい、そうですね、このナビゲーターすごいなんですかね、メンバーの、はい、なんですか、評価がすごい高くて、はい、チームメンバーの、はい、やっぱもう結構いろんなところ、いろんなところっていうか、まあ結構内部系のいろんなところから、はい、次に出るやつはやばいよみたいな、次のバイメタルがすごいよ、はい、本当に使いやすいみたいになって、うん、あのジェントリースタインが、はい、固くなにシャッターを使うジェントリースタインが、はい、マジでどうしようか悩むみたいな、あ、なるほどね、真剣にどっち使おうかみたいな、はい、はい、ぐらい今回のバイメタルはやばいみたいな感じで、うん、テンション上がってるヨーヨーなんで、はい、こちらがですね、おそらく到着自体は今週中なんですけど、はい、発売が3月12日、はい、日曜日の0時なんで、はいはい、日本って時差の関係で結構、はい、世界最速に近いスピードで販売開始するんですよね。なるほど。はい。はい、なので、世界最速手に入れることもできるかもしれない、はい、ということですので、はい、ぜひですね、こちら、ナビゲーター、はい、今回お楽しみにしてください。はい。はい、よろしくお願いします。あ、すいません、あと、シェルパの新色があるんですか。そうですね、シェルパの新色があります。はい。はいはい、そうですね、結構既存のラインナップでもね、たまにこうやって新色で嬉しい限りですね。そうですね。はい。はい、ということで、フェイスキャンパー、お楽しみに。楽しみに。はい、よろしくお願いします。はい。こうアメリカはもうファクトリーか、はい、CLYW かみたいな、あ、結構、はい、この間のパシフィックノースウェストとか見てても、はい、まあ、やっぱりリセスの選手も多いですけど、はい、やっぱ CLYW とヨーヨーファクトリーの選手はすごい多くて、はい、あ、もう2大メーカーだなって言っても過言ではない盛り上がりを見せてるところのコラボですからね、はいはい、そうですね、全く違うテイストなんですけどね、両方も片やアウトドア感がある、そうですね、片やストリート感があるところ、そうですね、はい、ちょっと似て非なる、全く違うブランドがこうやってくる、はい、そうですね、はい、はい、という感じでお楽しみにしてください。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、それではお便りのコーナー行きたいと思います。はい、はい、まずはペンネーム電光石火さん、はい、はい、こんにちは、いつもリワインド TV 楽しく拝見しています。ちょっとした悩み事なのですが、ヨーヨーのフィーリングが分かりません。ヨーヨー振っていて軽いなとか重いなということを感じることができないです。競技ヨーヨーを始めて1年ほどになるのですが、すぐは分からないものなんでしょうか。振り比べてみても違いが分からないことがよくあります。分かるようになるコツなどありましたら教えてもらえないでしょうか、ということで。なるほど。はい、そうですね、これ、はい、完全に、はい、急、あの
重いと軽いも、はい、なんていうんですかね、感じ方っていうのがある。あ、ありますね。うん、実重量が重い時の重いと、はい、あのですかね、動かしやすさを軽いと取るか重いと取るかみたいな。うん、だ結構トリックによったりすると思うんですよね。はい、たまたまおそらくこの練習されてるトリックが、はい、あのそのヨーヨーの重量が言うほど関係ないトリックなのかなみたいなのとかは結構あったりはするんですけ ど、はい、あの特にまあスラック系だったりとかって、はい、結構まあヨーヨー止まってたりするんで、はい、あんまり関係なかったりとかしますし、はい、あとは何かな、あの意外と遠心力使う技も重量がよっぽど違ったりしない限りはまあまあ、はい、まあそれは重さが違うの分かるけどぐらいのさそうですね、はい、はい、やりやすいかどうかとはまた別のベクトルみたいな感じにやっぱりなっちゃったりするんで、はい、はい、そうですね、なんかあります？そうですね、まあ、その重量の感じ方はそれもそうなんですけど、あと、ついこの間っていうか、はい、浜子の時かな、はい、結構うちの常連さんの一人が、はい、すっごい重たい一人使ってるんですよ。あ、なるほど、はいはい、でその方がこのヨーヨー軽く感じるから使ってるんですよねって言うんですよ。ほう、えって思って、はい、その参考までそのヨーヨーは 70g 後半あるんですね。めっちゃ重いな。めっちゃ重い、うん、だから普通に持っても重たいし振っても重たいはずなんですけど、うん、はい、だから、ま、押した時になんかやっぱりちょっとでも押したら重たいヨーヨーってガッて動いてくれるから、逆にそれで軽く感じるのかなとか。あ、なるほどね、はい、でそれとは全く違うベクトルでホリゾンタルとかやった時とかってやっぱりその傾きにくさとかを重視するじゃないですか。そうですね、はい、でその時に軽いヨーヨー使っていれば重たいヨーヨー使っていようが、傾きやすいと感じたヨーヨーは自分の重量にその回転力が負けてるから、あ、これは余計に重たいんだって言って感じるから重たいねこれっていうみたいな。あ、なるほどね。あ、そういう感想もあるんだって思って、はい、俺はそうやって感じたことはないんですけど、うん、あ、でもそれを重いって表現するっていうのは確かに理屈はわかると。まあ、なるほどね、はい、はい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 、結構ヨーヨーってまあ今パッとここにヨーヨーがあるんであれなんですけど、はい、この同じ形状、はい、同じ重さでも、はい、どこに重さを乗せてるかで、はい、全然感じ方が間違ったりはするので、そうっすね、ただこの微妙な差なんですよ、はい、本当に、はいはい、もう分かんない人は本当に分かんないと思います。はい、そうですね、はいはい、でもいつか絶対分かる時が来ます、はい、これは本当に絶対分かる時が来るんですよ、はい、僕も結構分かんない方なんです、はい、本当にここに来るまで全然分かんない方で、そうですね、はいはい、もう本当に何ですか、聞きようようやったら 100% 全部外すぐらい、もう全然分かんないですよね、重い軽いが、はい、まあ、軽いはなんかすごい差があって、さすがに軽く振ろうとかめっちゃ重くしようっていう差が分かったんで、はい、まあ、ウェイトを入れたら厚しにしたなとか、うん、厚したら軽くなったなとか、うん、はい、っていうのはやっぱあるんですけど、はい、この重量配分が変わったらもう実重量は関係ないみたいなぐらいの感じだったんですけど、はいはいはい、うん、やっぱ意識していろんなヨーヨー使ってたら分かるようにやっぱなりましたね。でもやっぱりいろんなヨーヨー触った結果です。はい。はい。1年ぐらい同じヨーヨーしか使ってなくて、急に違うの触ったらやっぱりフィーリング違うなという、はい、はい、のはやっぱありますし、はい、はい。という意味では、なんかあんま気にしなくてもいいのかなと。そうっすね。はい。データの数か時間が解決してくれる感じしますね。そうですね。なんか、はい、自分の好きなヨーヨーをとりあえず使ってれば大丈夫みたいな。そうっすね。なんかこう、はい、重いか重くないか、軽いか軽くないかが、好みの、この何ですか、選択肢の中に入ってくるんならやっぱ重要だと思います、はい、それよりはこう形だったりとか、うん、大きさだったりとか、うん、技の決まりやすさだったりもそうなんです、はい、そういうのが一番重要って感じる方にとって、はい、重さは究極何でもいいんだなと、はい、はい、まあそういう意味では自分が使いやすいと思うヨーヨーを使いましょうって、はい、はい、そうですね、あのヨーヨー重くないって、はい、いやまあ俺別に何でもいいからみたいな、はい、そこは、うん、そうっすね、それが最高なんで、はい、好きなヨーヨー使ってたらそのうち多分分かるようになるんじゃないかなと思いますね。そうですね、やっぱ結局比較でしかないので、はい、そうですよね、はい、自分が持ってるデータの中の平均と比較してとか、自分がメインとしてるヨーヨーと比較してとかになるんで、そうですね、だから、はい、このヨーヨー重いね、このヨーヨー軽いね、どっちなんだって言ったら、うん、真逆のヨーヨー使ってる人にお願いしたみたいなサンプル使うので、うん、ちょいちょいありますよね。ありますね。このヨーヨー軽いよね。さっきの人重いって言ってたよ。みたいな。その人使ってるヨーヨーは違うから。あの人メイン 80g や。結構ある、ね。ありますね。その近所の人にオフト使ってもらったら絶対軽いからね。そうですね。軽るって。はい。何でもやろみたいな。そうですね。ヘビーエストでしたね。軽るこのヨーヨー。そらそうやろがい。普通より重いわい。みたいな。さえさえある。はい、まあそういう意味ではなんかこう、あんまり気にしなくても、はい、そのうち、それが自分の中で重要だと、はい、いう
ところで差し掛かったら勝手に分かるようになります。そうですね、はいはい、そういう意味ではなんか軽い思いは今自分には関係ないんだと思ってもらって、はいはい、まあ、僕も未だにねやっぱそこはどうでもいいやっていうもんあったりするんで、はい、そうですね、はい、あとまあここで結構あれこれ重くないあれこれ軽くない分かれるんで、そうですねだからレビューの時にどっち寄りにしようとなるんですよ、まあ、何を思って重いとするか軽いよとするかみたいなので、はい、共通点探すんですよね。そう。でも、こういう感じは重くないとか、そうそうそう、こういう感じは軽くないみたいな、はい、その、感じたポイントを探って、それをレビューしようみたいな。そう、詰まってる感じだよね。外周だよね。そうそうそう分かれるとかね。そうそうそう。そういうのやっぱあったりするんで、はい、一言だとやっぱ、そういう層は起こります、ね。はい。はい。という感じですね。はい。はい。それでは続いてのお便りいきましょう。はい。はい、ペンネーム、マットさん。はい。オスカ店長、木戸さん、リアインドスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。先々週の週末、自分は出張で東京に来ていたのですが、地元山陰地方が大雪で飛行機が欠航になり、そのまま東京に残ることになってしまいました。2月の12日の日曜日に代々木ヨーヨークラブがあればと思ったのですが、残念ながら開催日ではなく、また仕事も溜まっていたためホテルに引きこもっていました。不特定多数の人と一緒にヨーヨーした経験がないので、次回タイミングがあればぜひ参加したいと思っています。一つ質問です。代々木ヨーヨークラブの時は渋谷店は閉めておられるのでしょうか、それともお店番の方がいて営業されているのでしょうか、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしております、はい、ということで、はい、渋谷のお店も、まあ、リワインドの岩倉店の時もそうなんですけれども、はい、練習会の時はお店は開いてます。開いてます。はい、あのお店番の方が一人いて、はい、でその人が店番してるので、はい、まあ途中交代したりすることもあるのかな、はいはい、ケースバイケースだったりするんですけれども、はい、なのでやっぱり練習会に行く、一回お店に行く、はい、また練習会戻ってくるみたいな往復は結構皆さんされてます。そうですね、はい、やっぱあとこうせっかく例えばこう欲しいヨーヨーがあったと、はい、そもそもヨーヨー買いたいと思って来てると、はい、で買ったらすぐ使いたい、はい、で今日練習会だ、はい、じゃあ買っていこうとか、はい、もうやっぱこう途中でああいいな今買ってくるわとか、はい、まあついて、はい、そういえばあれが欲しいんですよ、うん、あ今入荷してるよじゃあ買ってきますみたいな、消耗品とか特にね、はい、ケースといつ入るんですか、あもう入ってる、あじゃあ今から買いに来ますみたいな、はい、はい、やり取りもやっぱあったりはするので、そうですね、はいっていうのもあるので、まあ基本的には両方空いてるのでぜひ遊びに来てください。はい、はい、まあ、練習会そろそろね、代々木練習会も暖かくなってくるんでね。そうなんですよ、はい、僕らが行った季節ね、はい、極寒でしたからね、極寒だからね、はい、しかも雨でしたからね、しかも雨俺もうまともに代々木練習会最初から最後まで行ってゼロ回ほんとゼロ回だった、はい、なるほど、なのでまあでも今度暖かいとやっぱ人もいっぱいいるんでね、そうですね、はい、まあ、そういう意味ではなんかこう賑やかな感じの中、はいはい、できますよね、まあそう、はい、人いっぱいいるっていうのは、まあ、練習会参加者かっていうよりは、はい、その公園に人がいっぱいみたいな、はい、はい、なんでこう結構見られることも増えるのかな、そうですね、はい、思いはするんですけれども、結構あれがねこう何ていうんですかね、あの宣伝効果というか、はい、ヨーヨーやってるぞっていう、ああなるほどね、はい、たまにツイッターでヨーヨーの集団がいるみたいな、はい、あの動画がアップされたりとか、めっちゃうまいみたいな、はい、はい、あったりするんで、あこれは一役買ってるなそうですね、感じに思うことはあるんですけどね、はい、はい、ですので、ね、ぜひ遊びに来てください、はい、はい、外でみんなで結構なんか連帯感というのが生まれて、みんなでトリック練習したりとかもねあるんで、はい、前もそのトリックとか練習してるところにふんわりと入っていくとかで、はい、それでちょっとずつ輪を自分の輪を広げていくとかね、はい、っていうのがね、結構代々木だこのね代々木公園練習会やりやすいと思うので、はい、そうですね、あの、はい、こう大体同じエリアに固まってるから、はい、こうなんかね練習会部屋だったらさ、対角線上にいたらなんかやってるけど今からあっち行こうぜってちょっとやりにくいとか、はい、比較的みんな近くでやってるから、はい、近くに行けるみたいな、そうですね、しますね、はい、はい、あと前も渋谷クラブね、はい、オリジナルのシャツかな受注してますよね、そうですね、はい、はい、ですんでそちらの渋谷クラブ、まあ、ぜひたまにしか来れないと思うんで、はい、そうですね、はい、今度来られた際はぜひ記念に、そうですね、はい、そういったものをね、ご検討いただけたと思います、はい、よろしくお願いします。さあそれでは続いてのお便りですね、はい、はい、ペンネームモジャビーさん、はい、こんにちはモジャビーです。まずリワインド開店して7周年おめでとうございます。ありがとうございます。私はヤマトヨーヨーサークルに通って5ヶ月経ちます、はい、ヨーヨー一番最初に始めたのは小学4年生でした、はい、そして昨年の夏にヨーヨーを教えてくださる場所はないかと思い探していたらヤマトヨーヨーサークルと教えていただき、サークル月1ですが通っています。今もスピホリ2を使ってムーンサルトやダブルオントラピーズなどたくさんのトリック練習に励んでいます。トリックが分からないときはリワインド TV を見ながら練習しております。非常に参考になります。ありがとうございます。木戸さんにぜひお会いしたいです。
木田さんがヨーヨー世界大会で優勝して一番嬉しかったことを教えてください。なるほど、ということで、はい、はい、皆さん見てますね。見られてますね。ありがとうございます。そう、取り組みでもね、もう今週 2,3 ぐらいのペースで頑張って上げてるんですけど、そうですね、はい、はい、というわけでヨーヨー世界大会で優勝して一番嬉しかったこと、はい、はい、ヨーヨー仕事にできたこと、結婚できたこと、はい、まあこれはもう2個でだけどね、はい、もうこれはもうね、どっちもね、引けでも取らないぐらい。なるほど、これはまあトップ、はい、トップ2ですね、はい、同点です。はい、同点優勝、同点優勝です、同点優勝です、はい、まあやっぱりもともとヨーヨーをこんだけやってるからには何かしらヨーヨーで仕事をするんだろうなぐらいに思ってたんですよね。ああ、なるほどね、はい、でも何か具体的なプランは僕になかったわけですよ。なるほど、はい、はい、まあふんわりヨーヨー売ったりすんのかな、作ったりすんのかな、パフォーマーなのかなぐらいは考えますけど、はい、具体的なプラン全くない状態、はい、だから普通に就職したわけです。そうですね、はい、はい、でもこういうね、その世界大会とかで結構人目につくところでヨーヨーができたわけですよね、ヨーヨー業界的にも、はいはいはい、そういうところをきっかけにまあ、このリュアインドに誘ってもらったりとかして、あ、まあ、確かに、はい、はい、でヨーヨーを売るっていう仕事をもう自分の自分のね、そのヨーヨーのスキルと何かしら他のこれまでの仕事のスキルを全部フル活用して、確かに、はい、できてるんで、はい、はいはい、っていうね、ね、はい、はい、そしてその流れで結婚したからね。そうですね、はい、それがだいぶ間飛ばしたけど、はい、いやでもこのまあまあまあ実際今の奥さんとね、はい、そのヨーヨーをやってなかったら確実に出会ってなかったです。そうですね、はい、しかも、はい、ヨーヨーやってるっていうそのレベルもこのお店をやってないと絶対に出せないんで、そうですね、だいぶピンポイントでしたね。はい、絶対に出会うことないし、だから、はい、例えば会ってたとしてもヨーヨーの業界にまだいて、はい、だとしても間違いなくここまで結婚とかでなってない。まあ、はい、まあ、わかんないっちゃわかんないけどね、もしかしたらたまたまね、たまたま大会で会って、たまたま話したらたまたま話が弾んで、たまたま結婚みたいな、はい、まあ、あったかもしんないけど、はい、結果、まあ、なんていうんですかね、はい、道はあったよね。道は、そうですね、まあでもまあ、すごい。まあ後から見たらすごい綺麗に道筋いったなっていう。そうですね、なんかこう、はい、なんか人生のターニングポイントじゃないけど、はい、はい、でも全てがバチバチハマりながら、はい、行きましたね、今の自分ができているみたいな、はい、そんな感じはあるもんね。そうですね、いや、ありがたいことです。まあそういう意味ではやっぱりこう世界大会優勝とかって、はい、人生を変えるきっかけになるわけですね、はい、そうですね、はい、あの時もうホテルの中で延々と練習してたんですよ、はい、そうですよね、はい、はい、でその時その前の年とその年かな、はい、多分一緒に世界大会いたんですよ、はいはい、ね、あ、僕2009年でした。9年で、もうあのいくつかねコラムとかで書いてるんですけど、はい、直前はもう結構その連休を取るために、はいはい、仕事パツンパツに詰めて、はいはい、ああ、なるほどね、はい、しかも僕20時間勤務とかなんですよ、その警備業とか。なるほどなるほど、はい、はい、だから1日丸々潰して仮眠を取ってもう1回20時間働くみたいな、あ、なるほどね、答えて、はい、結構むちゃくちゃなことをした上で、でそのまま飛行機に乗るとかだったんですね。なるほどね、はい、だからもう当日のテンションで、ね、はい、ホテル着いた瞬間のテンションはもうヘロンヘロンで、まあ疲れてるわな、そら、はい、でも大会出れるだけでも本望だと思って、はい、仲間やけになるじゃないですけど、はい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 、ある意味振り、もう吹っ切って練習したんですよね、はい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 、そしたら明らかにその大会始まる直前の日と大会3日目の日のみんなの意見が違うんですよね、はい、あ、確かにね、はい、思ってたのの10倍うまいって言われました。俺は言ったんですよ、もう鮮明に覚えてる、はい、想像よりはるかにうまかった、そう、はい、ありましたね、そう、はい、だからやっぱりもうなんかなんとなくね、はい、なんか誰々は仕事を直前まで言ってて本当直前に大会入ったらしいとかやっぱ聞くわけですよ、はいはいはい、ってことは大体ふんわり想像つくんですよね、まあまあまあそうですね、はい、でもその想像を超えたから、あれもしかしてこれいけんのかなって思ったら、はい、ほんま決まっちゃって、はい、当日の決まり方はやばかった、やばかったですね、はい、はい、もう練習の中の結構マックスに近いのぐらいが出て、そうですね、はい、はい、焼けっぱちがなかったら、はい、俺は今こうやっていないのかって思うと、やってよかったなって思います、ね、あの1回が人生を変えたって言ったらそうですね、そうですね、はい、はい、僕決して全体を通して勝率が高いわけじゃないんですよ、ああ、はい、そうかもね、はい、はい、勝率が高かった時期はありますけど、はい、それでもなんか3回出て1回勝つとかみたいな感じだったんで、全然上昇とかほど遠い、はい、はい、感じだったんですけど、本当にその一発バチンって跳ねたのは、はい、ああよかったな、神様ありがとうそういう意味ではね、やっぱり、はい、まあ、諦めないじゃないですか、はい、はい、自分にとってのチャンス、それはまあ周りがとかじゃなくって、はい、自分がどこでハマるか分かんないみたいなやつにずっとチャレンジし続けるっていうのも一個重要なのかなって思いますよね、はい、というそのちょっとしみじみとしたお話を、はい、いいお話を、はい、させていただきますね、はい、はい、そ
それでは続いてのお便りですね、はい、最後のお便りですね、はい、はい、ペンネームあきちゃんさんですね、はい、はい、リワインドスタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。最近はヨーヨーの種類が増えてきてどれが使いやすいかなど分かりません、うん、何かおすすめのヨーヨーはありますか、はい、で、あのこの方のご意見ご要望がありまして、はい、品揃えがすごく良くていいんですがハイパークラスターがなさすぎることが悲しいです。なるほど、はい、もうこのお便りをいただいたから、はい、で、あの、まあ、ぶっちゃけ、はい、これに関して返信をさせてもらったんですけど、はい、そうです。ちょっとメールが届かなかったんですよね。そうなんですよ。はい、ちょっとメールアドレスの方がね、ちょっと何か足りないのか、それとも間違えてるのか、違うのかっていう感じで、うん、どうしても届けられなくてですね。そうですよ、メールが届かなかったんですよ。はい、ですので、ちょっとここで、お話しようと、はい。はい。なので、まあ、ちょっとケズマケズさんで皆さん、わざとメールアドレス間違えるのやめてください。はい、はい、お願いします。ケズマケズです。はい。はい、というわけで、はい、まあ、どっちから行こう。おすすめのヨーヨー。はい。おすすめのヨーヨー。はい。いっぱいあるんだよね。そうですね。はい。はい、まあ、ループなのか、初心者なのか、プランなのか、オフソンなのか、いろいろあるんですけど。はい。はい。結構、今のヨーヨーの種類がすごい増えてるっていうのもその通りなんですよ。はい。すっごい増えてるんですけど、はい。99% のヨーヨーが使いやすいんですよ。そうですね。はい。自分の目的に合っていないヨーヨーをわざわざ選ばない限りは、はい。使いやすいです。はいはい、まあ、もちろん最後は好み。なったりはするんですけど、はい、うちもできるだけ、皆さんが何のヨーヨーを探してるかっていうのに合わせようと思って、はい、まあ、初心者向けのコーナー、ループングヨーヨーのコーナー、オフストリングヨーヨーコーナー、はい、初めてのフルメタルヨーヨーのコーナー、バインド向けのコーナーみたいな感じで、はい、コーナーを全部商品ページで分けてるので、はい、その中にあるヨーヨーを選んでくれたら大体間違いないです、はい、さらにその中で一押しってうちが言ってるやつは絶対間違いないんで、はい、まあ、ただもちろんね、一押しのヨーヨーがこれって言ってるけど見た目がこっちがいいなとか、はい、でもこっちの方がかっこいいなとか、はい、そう、このストーリーがすごい気に入ったとかでそっちを選ばれてももちろん構いません、はい、ただできればそのカテゴリーの中から選んでもらった方が間違いないかなと、はい、そうですね、はい、こう初めてのヨーヨー探してるんだよな、初めてのヨーヨーどれがいいかな、あ、このヨーヨーおすすめなんだ、でも俺この世界チャンピオン使ってシャッターっていうヨーヨーが気になるなって買われると、はい、えらい目に遭うので、はい、はい、えらい目に遭う、まあ、みんな使いやすいって言ってるしこれ最高のヨーヨーなんだろうなって、はい、買ったはいいけど全く戻せないみたいな、はい、投げ方がわからないってなっちゃうことももちろんあるので、はい、自分の探してるジャンルの中の、はい、だったらもうどれでもいいです。そうですね、はい、もうビビビッと来たの選んでください、うん、はい、はい、で、まあ、ハイパークラスター、はい、たまに今でも言われるんですよ。言われます、うん。ハイパークラスター、ハイパーヨーヨー、はい、ありませんか、はい、何がありますか、はい、はい、これが欲しいって、お母さんからかって言って、はい、はい、ハイパークラスターのなんとかっていうパーツが欲しいって言うんですけど、はい、なんとかっていうのありますかって、はい、すごい聞かれるんですよね。はい。はい、でも、まあ、90% ないんですよ。ないです、ね。90% 言い過ぎかな。60% ぐらいないんですよ。いや、もっとないじゃん。でも、たまにマジで、あったってある。まあまあまあ。最初、でも意外と俺、ある。あったら感動するじゃないですか。ある率は、でもなんか、ないだろうと思ってから探すからね。そう。でも、あったりするんだよね。はい。はい、たまにやっぱご注文でいただくんですよね。はい、ハイパークラスターのなんとかみたいなのとかいただくんですけど、はい、まあ、もちろん分かってて購入されてるとかだったらいいと思うんですけど、はい、やっぱりこう、組み合わせってすごい楽しいですよね。はい。はい、それは分かります。はい、それは分かります。ただ、結果、なんかこう、使いやすいヨーヨーがいいとか、はい、長く使えるヨーヨーがいいとか、しっかりしたものがいいって思っとられるんだったら、はい、最新のヨーヨーの方が基本的には使いやすい。そうですね。うん、ヨーヨーって、やっぱずっと進化をしてて、はい、ハイパークラスター出たのが2012年ぐらい。そうです。2年ぐらいからなので、はい、もうそれでも5年ぐらい前なんですよね。はい。はい、もうそれより前のヨーヨーになると、もう10年ぐらい前の、7年ぐらい前のヨーヨー。はい、になっちゃうので、はい、常にヨーヨーってこう進化してるし、はい、ブラッシュアップもしてたりするんですよ、はい、今うちで結構一押しの初心者向けヨーヨーの1とかだって、はい、一番最初に出たものからだいぶブラッシュアップして、はい、すごいまとまった形にたどり着いて、はい、まあ、今それが定番になってるから長く、はい、ずっと生産され続けてるんですけど、そうですね、はい、やっぱりこうハイパークラスはもう生産終了、まあ、もちろんね、はい、今プロモーションが終わってるからとかいろんな理由があって生産終了してると思うんですけれども、はい、やっぱりずっと生産続けられてて、はい、なおかつずっとおすすめされ続けてるヨーヨーに限って言えば、はい、昔からでもいいヨーヨーはあります、はいはい、ただまあもう絶対ないですって生産終了してます、はい、そうか、じゃあよっぽどいいヨーヨーなんだなって思うのはやめてほしい。そうですね。そうではない。そういうヨーヨーもあります、はい、もちろんね、なんかやっぱ限定何個しか作ってない、はい、レアなフルメタルヨーヨーです、はい、みたいな、まあそれはそこに価値があるのであって、はい、
はい、まあ昔のプラスチックヨーヨーもね、はい、限定何個しか生産されませんでした、うん、みたいな、わよっぽど使いやすいに違いない、いや使いやすいわけじゃなくただレアなだけですみたいな、そうですね、いいヨーヨーのいいの意味が全然違うんで、そうですっていうのがやっぱりちょちょいちょいあって、はい、もう今なぜこんなに言ってるかというと、はい、もういつか言いたい、はい、いつかみんなに知ってもらいたい、はい、はい、それを言われた時にいつもどんな気持ちになるかそうですね、たまにリワイド TV で言うんですけどね、はい、やっぱりこうね、ファイアーボールが絶対使いたい、はい、まあ、なぜなら僕は97年世代、はい、分かる分かる、はい、そこまでは分かる、でもどういう技を練習したいですか、はい、やっぱり何でキノコみたいにピュンピュンっていうこういうやつやりたいですね、はい、まあ、ループもこういうの憧れたんでやりたいんですよ、はい、じゃあルーティングのようにこれがいいですあれがいいですよ、いやでもやっぱファイアーボールがいいです、はい、いやファイアーボールそういう用意じゃないですし、はい、だからこう改造とかしないといけないんですよね、はい、あ、知ってます知ってます、改造してましたかみたいな感じで言われて、うん、すぐバイバキってやっちゃうとか、はい、いや今改造しなくて使いやすいから大丈夫ですみたいな、はい、やり取りをやっぱ何度もするんです、そうですね、はい、しこれはまだいい方です、はい、こういう方は比較的話して、はい、ヨーヨー使わせてもらったら、はい、こんなに今時の使いやすいのかと、うん、ありがとうございますと言って、はい、その最近のヨーヨーを買ってくれる方がの方が多いです、うん、想像の中にやっぱりいる方、はい、まあもちろんそれが悪いわけじゃないですけど、はい、人間誰しもね、その漫画のような展開を求める方を、はい、なので、はい、男の子は特に、はい、はい、これがいいって言って、はい、絶対こっちの方が使いやすいっていう選択肢を出して、はい、使ってもらった結果、はい、旧ハイパーヨーの方がいいって言われた時は、はい、積みますねそうですね、はい、いやでもこれすごいメンテナンスも30分に1回ぐらいオイルを変えないといけない、はい、紐もすごい頻繁に変えなきゃいけない、うん、で何かあった時にメンテナンスもすごい細かくやらなきゃいけないから、こっちはもう紐変えなきゃいいから楽だよと、うん、だからこっちの方がいいよと、しかもこっちの方がよく回るし使いやすいし全然こっちの方がおすすめだよ、うん、両方使ってみなって、うん、使った結果、ストーム大会がいい、うんうん、嘘だそんなバカな、そうですね、はい、ああいう人たちにも、はい、ぶっ飛んですごいって言われるヨーヨーを頑張って作るのを協力していきたい、はい、そうですね、ここはやっぱたまに思うんですよね、はい、どうしてもやっぱそういうなるともうこれがいいと思うとやっぱそれの世界になっちゃうんですよね、まあわかります、僕も昔はそうでした、はい、わかります、だからストームタイガーとなんかワンとか使っても絶対ストームタイガーの方が使いやすいって言うんですよ、うん、ストームタイガーと投げれてないのに、うん、シコンシコン言ってるのに、うん、でもこっちが使いやすい、うん、そうだろワンだったら投げれてって大体戻ってきてキャッチャーはできないけど戻ってきてるの、うん、こっちやっぱ言われるんです、ああいう時になんて人間って無力なそうですね、目を覚まさせる一言はないのか、もしあればぜひ教えてください、こういう時にこういう風な関わり方をしたら、うん、大体の子がそうだったのかなんて、うん、なんか渋々は嫌なんですよね、できれば、うん、納得してほしい、そう、お母さんもどう見てもって思うし、うん、やっぱ信用してくださるんで、うん、いやもうお兄さんたちこう言ってるし、うん、どう考えてもお前今できてなかったしメンテナンスもすごい大変で言ってるからこっちにしないよって言うんだけどみたいな、すごい渋々でもなみたいな感じになると、僕たちもねやっぱり楽しいのが一番、はい、そう、分かりました、一回これを使ってください、はい、で安いからぜひこれも一個買ってってくださいみたいな、うん、万が一のことがあったらこっち使ってみてくださいみたいな感じでおすすめしたりするんですけど、はい、あれをねうまいことなんとかする方法でないものか、そうですね、僕らも思い出とかをぶち壊したいわけじゃないからはい、あるんですけどね、はい、はい、まあ、実際僕もねだからそういうのありますね、昔に何かもらったよとかそういうのありますから ね、はい、子供の頃にもねやっぱり限定で買ったものは絶対使いやすいからといって頑張って使ってたとかあるんですけど、やっぱりそのと同時にやっぱりだからといって意地を張るべきではなかったと思うこともあるから、まあそうです、ね、はい、はい、まあなんかそこでね経験してもう一回結果ね、うん、使いやすいヨーヨーでヨーヨーやろうってなってくれたらいいんですけど、うん、できねえわってなられるとちょっと悲しいな、そうですね、ここはありますよね、やっぱりできないと最後ね、はい、なんだこれってなってやめちゃうから、うん、それが悲しい、そうですね、はい、ああ使いやすいヨーヨーだったら技できて楽しかったかもしれないなとか、うん、まあそれで遊んでる間面白いならいいんですけど、うん、途中でどっかで、うん、できなくて面白くない、うん、ああこのヨーヨーだったら一瞬でできるのにっていうのだったのができなくて面白くないってなるのがもったいないな、そうですね、何のヨーヨーでもできない技って絶対あるし、はい、自分でぶつかる壁っていうのは絶対あるんで、うん、それは超えないといけないとは思うんですけど、はい、はい、
それヨーヨー変えるだけで絶対できるのにっていうのができないからやめちゃうのもったいないな。そうですね。これはね、はい、でも逆にお母さんたちも知っといてください。はい、あのなんか300円とかね、はい、200円のヨーヨー買って、はい、ヨーヨーやりたいって言ったら、はい、いいでしょっつって、はい、できないと、はい、ほらあなた不器用だからできないのよと、うん、やっぱ言われる、で諦める子がたくさんいます、うん、たくさんいます、います、はい、でそういう子がこうなんかこう物販とかでたまたま出会って、はい、だこれ使ってみなと、はい、スピンサーだったりワンだったり使ったら一発で回るようになって、そうですね、はいはい、お母さんこういうことですそうですね、はい、こういうことですってやっぱその時思うんですよね。そうですね、はいはい、しかもそういう子たちに限ってね、はい、もうなんか頑張ってできて頑張ってできないできないでやってるから寝方にパシャンって、そうめっちゃうまいんだよ、ね、そういう子に限って、はい、もうあんた不器用な方できないよ、できなかったでしょ家のでも、はい、いやもうなんかもうできないよ、ね、もうちゃんと教えてもらいなさいよ、はい、なんか教えてもらったらできるかもぐらいのトーンでお母さん言ってて、はい、教えもせずにつけてこうやったらいいよって言ったらシャッできた、できた。お母さん、この子めっちゃうまいっすよ。え、嘘。そう。はい。さいさいあるんですよ。ありますね。はい。っていうのがやっぱあるんでね。はい。一回、はい、すごい困ったら、はい、どうしてもできなかったら、一回騙されたと思って、はい、おすすめ使ってみてもらいたいところもあります。そうですね。まあ、うん、それでもできなかったらごめんなさい。そうですね。はい。責任は取れないです、さすがに。はい。僕らやっぱ再生おすすめおすすめ言ってるのも、やっぱり、はい、やっぱメーカーとかからね、新しいラインナップが出るたびに、やっぱ初心者用用も出るたびにそれも更新したりするんですけど、はい、新しい初心者用用って絶対出てくるわけですよね。まあ、ってことは、昔あった初心者用用って、だんだんと違うものになっていくわけですよ。まあそうですね。ファイアーボールとかそれの極致なんですよね。まあそうですね。はい。はい、昔、初心者用の用用としておすすめされていたものとかって、はい、今は違いますから。まあそうですね。しかも、なんならファイアーボール中級者向けだったからね。そう。ハイパークラスターもそうですから。そうですね。ハイパークラスターとかも、ある程度用用知識がある子、当時で。そうですね。当時で、ね、そう、はい。いろんな初心者用の用用とかを触って、できてちょっと上手くなってきて構造を理解した上で買うものなんですね。まあそうですね。はい。なのでそういったところを承知でないとちょっとごちゃごちゃっちゃうかもしれないですね。まず組み立てれないとかね。そうなんですよ。やり方がわからないってやっぱ言われたりとかされますしね。そうなんですよ。はい。っていうこともやっぱケースバイケースであったりはしますので、はい。はい、まあ、あとやっぱこう最後、はい、ま当時はね、まだ、そのサポートセンターがあったけど、今全くない。はい、まあ、あんまりヨーヨーでそもそもないんですけど、はい、サポートセンターみたいなのないの前提で作られてるヨーヨーがやっぱ多いんですよね、今は。そうですね。はい、だから、比較的なんとかなるヨーヨーが多いんですけど、はい、できなかったらサポートセンターがなんとかしてくれるっていう前提がちょっとあるヨーヨーとまだやっぱ違うんですよね。そうですね。はい。っていうのもやっぱあるので、うん、もちろんハイパークラスター思い出ですごい探してるとか、はい、まあ、もしそういうことだったら申し訳ないです、この話して。はい。はい、ハイパークラスターは使いたくて、はい、きっといいヨーヨーなんだな、これなら技ができると思っているんだったら、はい、ぜひ僕たちのおすすめを一回試してください。はい。はい。っていうお話です。はい。はい。ぜひですね、まあ、同じような悩みを抱えている方、はい、どうやってそのお悩みを超えてきたか、また、はい、そう言ってたんだ僕はと、はい、でもこれで僕は考え変わりましたとか、はい、そういう話があったらぜひ教えてください。はい。はい、やっぱね、こう練習会とかね、はい、でループとループが全然できないはい言って、今日はループ練習するんだと、はい、そうか、まあまあループとループ難しいもんな、はい、使ってるんだ、スピーダホリック、スピーダホリックそうですね、ありますね、はい、マーキュリーとかね、はい、もう一息もうちょっと痩せてほしいみたいな、そうですね、はい、でもなんか簡単な技ぐらいなら全部できるんでしょ、まあできるとやりやすいの間にすごい壁があってのできるんだから。そうですね。はい。僕たちなら余裕です。はい、とかやっぱあったりはするんです。そうですね。もう、もはや一芸レベルなんですよ。そうですね。そう、普通にやるものではない。そうですね。なんでもうなんかじゃあこのね、ボルテックスとか使ってみなとか、ニシエタ使ってみなって言ったら、超戻ってくるみたいな。うん、逆にそういう子たちって、はい、戻ってこないの戻すから投げ方めっちゃ早い。そうですね。だから、はい、最初のフォワードパス絶対早すぎてビビるみたいな。キュンって。パッパッ、うわーみたいな。そう、だからもうちょっとゆっくりやったら大丈夫。そう。みたいな。そしたら慣れた時にはもう何回でも続くみたいな。そう。本当にもうね、変えたら一発でブレークスになるんだよね。そう。っていうのやっぱ結構あったりする。はい、まあそういう意味では結構練習会とか人が集まるとこ行って、はい、自分が詰まってる原因がやり方なのか、うん、セッティングなのか、うん、そもそものヨーヨーのチョイスなのかっていうのが分かるとすごい。やりやすい。そうですね。やっぱ知識の入り方、はい、半端じゃないですからね。そうですね。はい。なんかできないんです。どうしたらいいですかって言ったら、うん、君ができないはずがない。なぜならこのヨーヨーが悪いからだみたいな。うん、ヨーヨーはいいんだけど、これに適してないだけみたいな。はい、
そう、はい、お店だから行ってるわけじゃないんですよ。そうなんですよ、これ。これお店だからまたいっぱい買わそうとして、みたいな、よくね、はいはい、思われるんだなと思うんですけど、はい、本当にね、はい、僕ら逆に、はい、いっぱい買ってもらおうと思ったら壊れるヨーヨーもっと住めないですけどね。まあ確かに、はい、究極僕ら言ってるの、はい、2個あったら当分使えるから2個買ってください、はい、なんて奥ゆかしそうですね。ループで渡すストリングトリックよかったらまあまあ長く遊べるし、しかもなんかリプレイとかだったらバインドまでいけるからすごい長く使えますよと。そうですね、この2個で1年ぐらい練習したらめっちゃ何でもできるようになるから、はい、この2個でいいですみたいな、はい、はい、たった2個しか進めない。そうですね、あ、この世まだ使えるパッと買えばいいか。そうそんぐらいね、やっぱこうやれば何とでもなることもあって、ね、はい、ぜひ分かんないことがあったら、はい、メールでも何でもいいんで見てください、ね、はい、以前もお便りでね、どうしても固くなり昔のようしか使いたがらない友人がいるんですとお便りもありましたからね。あ、はい、友人は一体どうなったんだろう、はい、はい、もしなんか、はい、なんか変化があったらぜひこちらまで、はい、はい、はい、いや、よろしく、出てないでお便りしか出てないですね。はい、こちらまでお願いします。お願いします、はい、はい、というわけで今回以上ですね、はい、はい、それではもう一度告知をさせてください。はい、3月20日、はい、再来週、はい、再来週行っちゃう、来週、来週、再来週っちゃ再来週だね。再来週です、ね、はい、再来週の月曜日、はい、20日月曜日祝日、九州、はい、沖縄地区大会ですね、はい、沖縄県那覇市エムスホール、これ結構沖縄のあの那覇のモールみたいな、その、はい、もう結構ど真ん中みたいなところにあるっぽいんで、はい、はい、ぜひ皆さん観光も楽しめると思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして3月25日土曜日、はい、その週です、はい、北海道地区大会 NGA が開催されます、はい、ぜひこちらの方もよろしくお願いします、はい、そして、7周年キャンペーンまだ継続しているものがあります、はい、7000円ごとにプレゼント全7色オリジナル缶バッジ、はい、そして応募者全員にプレゼント、はい、リワインド7周年記念ヨーヨー、はい、そして応募者から抽選プレゼントワイワイフラッキードロー、こちらの方と1万円以上のご注文でプレゼントのオリジナルポーチ、まだもうちょっとありますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして本日の木戸さんの体重のコーナーですね、はい、はい、先週はねちょっと忘れたんですけど、はい、はい、で今回の体重がこちら、はい、89.5キロ、はい、89.5キロ、はい、ついに90切りましたね。はい、切りました。はい、これね先々週の段階で 91.6 だったんです。ああ、なるほど、はい、はい、まあね、ちょっと週1ペースだね。もう週1キロ。あ、週1キロ。あ、そうですね。週1ペース。はい、はい。頑張って守っております。そうですね。2年で消えてなくなるペースです。2年あれば。そうですね。消えてなくなる。いや、この、僕今ね、体重計で筋肉量が61キロって言われたら、62キロか。2キロって言われてるんですね。はい。で、このペースで行くと、世界大会の頃には長友になってますね。ああ、いいですね。そして来年の、はい、再来年の12月ぐらいには、はい、浮いてる。そうです。ここ捕まってないと、リアリティビできる。チリより軽くなってる。多分、この画像図映んねえな、俺。すいません、ふわふわふわ。という感じで、ね。なんかこう、遠近法で気度さめてこの辺にいる。パスポート操作は分かってしまった。はい。そういう感じになっちゃうんで。はい。はい、というわけで、はい、体重減っておりますという報告と、あと次回のリアンズ TV ですね。はい。これ、本当に岡田さんやるんですかっていう日なんですけど、22日。22? はい。22か。はい。だって沖縄に月曜日にまだいるわけですよね。で、火曜日に帰ってくるから、はい、できる。22やりましょう。できる。そして24日には僕ら北海道に行く。はい、北海道に僕もいますんで。そうですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、というわけで次回じゃあ22日ですね。そうですね。はい、22日大丈夫だと思うけどね。まあ、もし変わったらまた言います。はい。はい、基本的には大丈夫なはずです。はい。はい、ぜひ次3月22日、はい、リアル TV でお会いしましょう。お会いしましょう。それではまた、さよなら。さよなら。